ご覧の8選手がゼロに並びます。1番高橋貢、伊勢崎、2番田中茂、飯塚、3番松尾博、高橋貢、青山周平と伊勢崎の2人が人気の中心、5秒切りました。3秒前、12レースオートレース中洲選抜予選スタートしていきました。高橋貢が出ていくのか、青山荒尾に追走します。1コーナーは青山、そして荒尾と回っていく。高橋貢が3番手、その後ろに7番の人見武も好ポジションだ。荒尾と高橋がやり合って2番手浮上となったか。7番の人見、荒尾と、ここが2番手争い、1周の3コーナーでした。スタート決めました。青山、人気の青山がスタート決めて先頭で2周目に入っていきます。2番手争いですが、6番の荒尾、3番手7番の人見、高橋光が6番手に下がってしまいました。思想気配良かった田中茂がさあ追い上げてくる。4番手、その後ろ4番の新井慶太、高橋光、8番の篠原、3番の松尾、最高峰レーサー3周目に入っていきます。先頭5番の青山、2番手が6番の荒尾、3番手ですが2番の田中茂が上がってきた。7番の瞳少々滑ってるか。4番手交代、1番の高橋貢、ここからの逆襲はあるのか。4番の荒井、3番の松尾博美下がる、8番の篠原、レーサー残り半分です。5番の青山先頭です。2番手ですが2番の田中茂が上がってきました。田中茂がさあ競り上げてきます。上がってくる上がってくる、先頭まで行くんでしょうか。3番手が6番の荒尾、4番手が7番の人見武、レーサー残り2周を切っていきます。青山周平のすぐ後ろにつきました。2番田中茂、強い茂が戻ってきたか。インコース、ここで難なく入ってきました。茂入れないか。5番の青山インコース粘る、2番の田中茂、6番の荒尾、青葉と回って最終周回迎えていきます。3番手が7番の瞳が上がってくる。もう一度2番の田中茂が体勢を整えて1着にこだわる競争を見せてほしい。5番青山か、2番の田中茂か。田中茂が力ずくでまくる、まくらせない青山、最後の直線勝負、外から伸びてくる、伸びてきた。5番2番接戦ゴール、青山3連単、2番5番7番で1万7010円。